今回は富山県にある創業100周年を迎えた総合建設業の会社アルカスコーポレーションさんにお邪魔しています。このアルカスコーポレーションさんが新卒採用で実施している面接をガチで体験していきます。今回は僕だけではなく、このアルカスコーポレーションさんの岩崎社長も面接に挑みます。社長は自分の会社の面接をどのように受けるのか、ぜひご覧ください。どうもしゅんです。こんにちは。はい、というわけでですね、今日は僕は富山県のアルカスコーポレーションさんっていう会社さんにお邪魔してるんですけども、今日はですねアルカスコーポレーションさんの面接を受けさせていただくという形で、アルカスコーポレーションさんの社長さんと一緒に今日は面接を受けさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは面接を始めさせていただきます、はい、今日面接を担当させていただきます営業部の井上隆弘と申します。よろしくお願いします。取締役総務部長をしております岩崎渉です。よろしくお願いいたします。同じく、ね、総務部の採用担当をしております横山と申します。よろしくお願いいたします。それは早速なんですけれども、はい、それぞれのあと自己紹介をですね、簡単に1分程度でしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。金沢大学3年の福田俊と言います。大学では経営学科を専攻しています。今の活動としては、就活 YouTuber として活動しています。どうぞ今日はよろしくお願いします。アルカスコーポレーション株式会社の社長をしております、岩崎と申します。あと他にはですね、一般社団法人富山県建設業協会の理事、そして南砺市商工会の副会長等を歴任しております。よろしくお願いします。それではですね、質問なんですけれども、一緒に働きたい人はどんな人でしょうか。僕自身今一緒に働きたい人としては、一言で言うと素直でいい人です。具体的に言うと、何かミスをした時とか失敗した時に対して、自分のミスを人のせいにせずに自分の責任として自責として捉えれる人かなっていうふうに考えています。実際に僕自身その活動を通じて人を巻き込んで一緒にやるっていうことが多いんですけども、例えば納期が守れるとか、その言い訳をしないとかっていう要素がたくさんあるんですけど、その中でもやっぱ素直で人の意見を取り入れることができる人と一緒に働きたいなっていうふうに思っています。と同時にやっぱ個人的には MacBook Pro を持っている人だと非常に働きやすいなっていうふうに思っています。 MacBook Pro を持っている人だと動画編集のスキルであったりとか、プログラミングのスキルとか、デザインのスキルがある人だと非常に嬉しいなっていうのと、弊社はですね、人事理念っていうのがありまして、一番最初にも歌ってるんですけども、我が社のね、経営理念に共感できる人を採用したい。理念っていうのは会社の目指すべき姿ですし、それが共有できないのであれば一緒にね、長く働けないだろうというふうに思いますし、経理ですね、共感できる人材というのがまず一番最初に来るのかなというふうに感じています。今経理念というお話いただいてましたけど、特にその経理念をかいつまんでですね、どういうところにやっぱり思いがあるのか、ちょっと簡単に説明していただけますか。弊社の経理念は、その役に立つ人材、活気ある会社を作り、お客様と感動を分かち合えるような素晴らしい商品を追求して、誇りを持てる美しい国づくり、情熱をかけるというものなんですけれども、まずはやはり人づくりにやっぱり力を入れたい。人に生まれたからには、この世の中でね、役に立つ人材が多いっていうことがまずありまして、で、その人の役に立つっていうことを通して、いい世の中にしていきたい。課題たくさんありますけれども、それをですね、知恵を出し合って乗り越えていく、そんな企業にしたいという思いが込められています。学生時代に頑張ったことをお話しいただけたらなと思います。大学3年の時に大学を一旦休学をして会社を立ち上げたことです。生まれも育ちも石川県の金沢市なんですが、今年の2月に大学を休学して上京して会社を立ち上げました。その時に学んだこととしては、一人では何もできないので、多くの人の力を借りる、自分の無力さであったりとかを感じました。利益をシェアすることによって自分のやりたいことや成し遂げたいことを実現できるっていうことを学びました。具体的には今まではずっと一人でやってたんですけども、一人では限界があるっていうことに気づき、会社を作るにあたっていろんな人巻き込む体験であったりとか、多くの失敗を通じて自分の無力さと、できないなりにも人を巻き込むっていうことの大切さを学びました。多くの人を巻き込むっていうのは、具体的にはどういった風に巻き込んでいくんでしょうか。巻き込み方としては、 YouTube 事業に関しては出演は僕基本的に一人なんですけど、動画編集という形で編集マンが今7名います。
で、それと同時にホームページであったりとか、作っている就活サービスのエンジニアであったりとか、デザイナーを、雇って巻き込んでいきます。まあ、学生時代はですね、恋愛だったりね、遊びだったり、そんなものがまあ主だったような気がして、まあ、今おっしゃったような会社作りとか、そんなことは全く考えてませんでしたし、ただ、我々5大学6サークルでですね、ちょっとリーグみたいなのも作ってまして、リーグで比較して大会とかですね、そういうのをやろうとすると、お金はかかるわけですよね。で、お金をやっぱり調達しなきゃいけないということで、スポンサーになってもらう企業を出すというようなことを我々やりまして、その時にいろいろとそのこちらも条件だし、大人の方からのところじゃないと、ね、スポンサーとしてはお金に出せないよっていうようなことを言われて、それに、我々としてもですね、応えるような形で、もうすごく交渉というか、やり取りみたいなものが非常に勉強だったなと、今から思いますね。スポンサーを探されるときっていうのはどういうふうに探されたんですか？今だったら多分ネットとかですぐ簡単に見つけられると思うんですけど、当時はどういったことですか？我々のリーグはテニスとかスキーとかのサークルの集まりだったので、水野さんとか、ああいうところへこういうリーグでこういうその大会をやるので、その大会に水野さんのその名前の入ったその大会誌みたいなものを作るし、例えばそのボールを提供してくれれば、そのボールをもう大々的にその PR しますよとか、旅行会社とかに行って、これだけのサークルがあって、いろいろと合宿だとかに旅行行くから、スポンサーになってくれたら、お宅を使って旅行に行きますよとか。今現在頑張っていることにあれば教えてください。基本的には YouTube 活動を主に頑張っているんですが、人の YouTube チャンネルであったりとか、企業さんの動画制作っていうのを今頑張っています。具体的に言いますと、僕自身そういった地方の企業さんであったりとか、知られてないけど魅力ある企業さんを就活生とか学生に届けたいっていう思いがありまして、そういう企業さんの動画制作ということを今一番頑張っています。今まで自分で動画編集とかもしてたんですけど、チームになったことによって動画編集の時間はなくなったので、っていう点では自分しかできないことを今やれているっていう実感はあるので、仕事という認識はないです。アルカスコーポレーションは総合建設業なんですよね。ただ一般の建設業とは違う道を模索している建設業でして、自分たちで企画提案したものを修理やっていきたいという、そういう意向を持った会社です。マンションアパートのその企画提案を地主にして、事業計画から何から何までこうして作成して、お客様に喜んでいただくというような土地活用なんですけれども、そこからスタートして、それが発展的に高齢者の大好き高齢者向け住宅とか、住宅型有料老人ホームとかで、また新たに始めてるその障害者グループホーム、就労継続支援事業所等々の企画提案につながっていくということです。人々 その暮らしを守る社会情勢、人々の命を守る社会調整って言われますけど、そういうものに我々は寄与していってるわけです。普段、皆さんアルカスコーポレーションさんの方で働いてて、なんか一番仕事でやりがいを感じる瞬間っていうのを教えていただいてもよろしいでしょうか？2つ側面があると思っていて、1つが営業部としてのやりがい、2つ目がマネジメント、マネージャーとしてのやりがい。この1つ目の営業部としてのやりがいっていうのが、まさに、我々本当に建築業なので、地図に残る仕事、建物自体がやっぱり そこそこのボリュームがあって大きいので、立ち終わった後、何もなかったところにそれが立った時の感動というか良さ、でそれが地図にもちゃんとこう載るわけで、Google マップで検索してもそこになる。で、我々先ほど社長もおっしゃったように、
提案型の営業をしているので、自分が一緒にお客様と作ったものという実感があるので、そういう意味ではすごく営業としてのやりがいを感じます、うん、じゃあ2つ目はまだ私は部長という役職なのでマネージャーをやっておりますので、これはやっぱ部下の成長です。積極的に新卒採用もしていく中で、やはり何も知らないところもゼロからやる、でも一人前になるにやっぱ3年から5年ぐらいかかる、こういうあの業界の中でできなかったこと、昨日できなかったことが今日できるようになったり、去年できなかったことが今年できるようになったり、本人の自覚あるないにもかかわらず、なんかところどころやっぱりその人それぞれの成長を感じる、その瞬間にすごくやりがいをこう感じるな、やっぱ良かったなと思う瞬間が多々あります。はい、ということでアルカスコーポレーションさんが新卒採用を募集しているということで、下の概要欄にアルカスコーポレーションさんのホームページであったりとか各種リンクを貼ってあるので、よかったら就活生の皆さんは覗いてみてください。ということで皆さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にですね、まあ本当にまあちょっとね、話すると涙が出ちゃうぐらい、ちょっとある意味なんか感慨深いものもありますよね。まあ親代わりみたいなところもあって、本当にまあちょっとダメですけど、まあちょっと、本当、まあ、そういう関係ですね、ちょっと感極まるところありますよね、こういう話するとね。まあ毎日話しててもそういうことある、うん、まあ、そういう意味で改めてちょっといい経験させていただきました。ありがとうございます。はい。